何あれ。すごい光でしたね。ティリア。大丈夫か？あ、わかる。え？星の言葉がわかる。アルルーと融合したから、星の伝えたいことが流れ込んでくるんだわ。アルルーがアウトとお話ししたいって、いい？ああ、もちろん。怖がらないで。何もしないわ。ただ、一つ聞きたいことがあるだけ。聞きたいこと？あの時、どうしてあなたはワクチンの歌を止めたの？そんなことか。決まってるだろ。サキとフィンネルを助けるためだ。それで、世界が崩壊してしまうとしても。正直、世界がどうなるとか、そんなこと考えてなかった。でも、世界を守るために、あの二人が犠牲にならなきゃなんねんなら、俺は世界を犠牲にしても、二人を守る。うん。面白いわね、あなた。人間は、アルシエルを自分たちの作ったボールか何かだと思ってる。でも、星は物じゃないわ。アウトが、サキやフィンネルを守るために世界を犠牲にしてもいいと思う気持ち、私にはよくわかる。私も同じ気持ちだから。あなただって、この世界に住む人たちに恨みはないでしょ？でも、サキとフィンネルが傷つけられそうになったら戦う。そうでしょ？満足いく答えだったか？少しは期待できそう。あなたが今後、どんな道を選び、どんな答えを出すのか、興味が湧いてきたわ。それなら、これからはティリアの中でおとなしく様子見してな。そうね。でもやっぱりダメだと判断したら、今度は、この体を乗っ取る。そして、私が何とかするわ。私はただ純粋に、アルシエルのために行動する。ティリアは私と一つになったことで、星の意志と対話できるようになったわ。この状態でコアまで行けば、私たちの総意と話ができるはず。せいぜい頑張ってね。ああ、当然だ。ザザクとジーター。よーし、アルキア軍は先の伝達通りに市中の守りにつけ。タイガ軍は俺と研究所へ向かうぞ。交代どもをこの町から一掃するんだ。ケンガイ殿、交代たちが散っていきます。町中および原初の塔にいた交代たちのほぼ全てが撤収していきます。何？どういうこった？よし、タイガ軍は正門前で待機。状況を把握してから作戦を再行する。はっ！たく、このクソ忙しい時にアルキアの指揮官は何やってんだか。見事な指揮能力ですね、ゲンガイ殿。貴様は？
お待ちください。私は協力するためにここへ来たのです。何？アオト殿が人とレイバテールとの共存を願うという信念に私も心打たれました。よって我らクラスタニアはこれよりあなた方と共闘します。アオトが？あいつらしいぜ。それじゃあ頼むぞ。クラスタニア軍将軍アカネと申します。アカネか、よろしくな。話どうだった？まあとりあえずアルルーはお前の中でおとなしくしてくれるってさ、協力もしてくれるみてえだ。そう、それじゃああの子も仲間というわけね。それならあだ名を作らなきゃ。アルルってどう？おい、全然変わりねえじゃん。そう？私のことはリアちゃんって呼んでいいわよ。呼ばねえよ。ココナ、それじゃあ大地の心臓を。うん。ワスイエラクラニダーレヨア。回収したよ。それじゃあサーシュマナフスレピアデミーシェードトラスティリエバリスグーオイ。ギオアンウスレムシェリエル。これでムーシェリエルの機能は完全に停止したわ。新たに抗体が生み出される心配もなくなったわよ。よかった。これで少しは状況が良くなりましたね。でもまだ問題は山積み。ティリアの言う通りだ。落ち着いてはいられないよ。そうだな。それじゃあ今からトコシエ水道に行くわよ。トコシエ水道？一旦アルキアに帰るんじゃないのか？トコシエ水道の奥にアルキア研究所の最新型レーバテイル解析装置があるの。そこでティリアの中にあるアルルーの状態を確認させてもらう。すでにラファエーレ所長も向かっているわ。それって VR21 のことじゃ。待て、リカ。VR21 が普通のダイブマシンでないことは分かっている。君たちの目的は本当にアルルーを沈静化させることだけなのか？なんですか、ヤブカラ棒に。何か裏があるんじゃないのか？もしかして人類進化計画の裏なんかありません。リッカさん。大丈夫、あなたたちにとって不利益なことは何もないわ。ああ、分かった。僕は確信している。君は何かを隠していると。その考えは揺らがない。でも心のどこかで君を信じたいと思っている。だから君にも少しでいい僕を信じて話してほしいと。そう思うのは傲慢なのか？ごめんなさい。
やはり君と一緒にはいられない。